やハロー、どうもこんにちは、アニメリアク職人ことマジアルミナマーです。今日雨ですね。はい、2024年1月18日木曜日の14時3分です。はい、からかい上手の高木さん2、5話ですね、録画データいただいた分で見ていきたいと思います。はい、じゃあ軽く自己紹介や。はい、自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かし、目覚ましより生放送などテレビ30本以上出演、そして深田恭子さんと CM 共演まで、2022年ですね、果たしております。ただ、今はですね、仕事がなくて、アニメのリアクターやってますけども、リアクター的には多分投稿本数が日本一、間違いなく日本一が再生数の低さとチャンネル登録の伸びなさですね。もうこれによってマジでしんどくてね、毎日やめたいと思ってるんですけども、まあ、それでもね、一日も休むことなく動画投稿し続けてますんで、ぜひ応援よろしくお願いします。じゃあいきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイミングで広告が入ります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ、どうでしょう、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションだけを確認ということでお願いします。いきます、3、2、1、スタート。ゼロセンチメートルね、僕の頃やばいやつは数センチメンタルね。ナイスタイトル。質問。西部のダンディ。あ。ダンディー。高橋さん、確か脇弱くないんちゃったっけ。あれちゃうじゃん、触れへんのか。どうしたのダンディ。
だ8時前だよなこれ。間違ってもズドンってね。うん？じゃあ気づくんちゃう？うん、遅いな気づくんが。みんなもう見てたと。眉毛。眉毛太いです。前髪、あ、もうの伸びたな、そういや。ずっと眉毛短かったな。朝からね、みんながいろいろやってるもんね。放課後。ちゃうな。ちゃうな。
もうコントや。あれ林間学校準備員って言ったっけ。あれ高橋さんチャリじゃないな。キュンホルダー、あ、100% 片思い。あれ、お母ちゃん初登場かな。日高のり子さんか。だからさんね、もうあハッピーバースデー、質問眉毛放課後ハッピーバースデーか。もう4本早ない。さっきラーマンにもたち見たとこやから日高さん。当たったんや。当たったな。全部お見通しやね。全部お見通し。メンタリストかな。たっちゃんお誕生日おめでとう。あ、チョコレートケーキか。高木さんがさっき 100% 片思いをガチャガチャしてたんで、西方へのプレゼントかな。
これもしかしてイエスイエス、ガチャガチャちゃうんかこれ、西方へのプレゼントだこれ多分。絶対これおめでとうって言って渡すやろ、やっぱり。いやいや、誕生日やこれは。勝負のプレゼントじゃないぞこれは。母ちゃんもお見通しかな。ハッピーバースデー西方で書いてあるやん。あ、やっぱりね。なんていうほっこり話。くしゃみ、今回5本立てか、ほんなら6本立てかな。質問、眉毛、放課後、ハッピーバースデー、くしゃみと。あー、ダブルデータあったあった。 OVA やね。ここはもちろんお付き合いとかしてへんわな、もちろん。コーヒー飲んでる。あ、大人パザーピア、あ、そうそうそっか、コーヒーや。
木村のせいやなこれ。いや木村や。高尾や高尾ずん。あら可愛いくしゃみ。可愛らしいしか出てこない。まあ可愛らしかったな。ありがとうと言いなさい。ええ顔、あ、わた。お、伝えたくて。日高さんやろう。やっぱりね、ダンディーが源田哲章さん。はあ。ね、あれこれタイトルなんだっけこの歌。ありがとうって伝え。2008年かな。いや2007かな。あタイトルなんだっけこれ。あれエンディングのイラスト変わった。あ2010か。もっと古かった。あもっと新しかった。ありがとうやね。やったな今回。はい、オッケー。はい、まず質問いうことで、西武のダンディやったかという、映画を見た、西方がダンディを決め込もうということで、今度はまあ質問の試合やったかな。裏切り者が何つったっけ、嘘ついても、嘘ついても外してもズドン、ちょっと忘れたけども、まあ、この中でね、武田さんが重要なことを言ったね、私は好きな人がいると思うと。でそれを答えられなくて、あ答えられなくても嘘ついてもズドンかで、脇腹くらいで、私の好きな人はこのクラスにいると思うっていう質問に対していないと即答、一応したところではズドンくらった。これってあれこのクラスに、武田さん好きな人おるんかということをね、西方早く気づけようと思うけどね。
ここまで来てて、で一方みんなも見ててズドンズドンやってたところで、眉毛の話をしてた、太い眉毛の人は優しい、あ眉毛一応太いんですけどね自分、まあそれをバカにされると思って、ゆかりちゃんも変な前髪してるくせにって言ってしまったがためにゆかりだけ傷つくというお話ね。これ眉毛に関しては1分ぐらいしかなかったんちゃうかな、短かったね。で放課後、次が、まあ高木さんと西川で一緒に帰ろうとしたところだったけども、まずその体がなまってるなまってへん話をみなと、サナエとゆかりがしてたと。でゆかりは林間学校準備ってたかな、やから体動かしてるわよってことで、西方もそうやったんか。で西方を止めてしまったがために、まあ西方はあれからかいの数が少ないって数えてるのをゆかりは、あ高木さんと帰れない日を数えてるんだわと。で、まあ西方的には減ったのは減ったけども、それは放課後一緒に帰ってへんからその分減ったし素直に喜ばへん、ずーん。これを、ああ西方くんが落ち込んでると感じがする。まあゆかりが、とにかく恋話したいゆかりがこう乙女やなっていう話だね。いい感じがやったね。ほんで次がハッピーバースデーか、西方が帰ってじゃないわ、お母ちゃんからまあ誕生日ケーキ取りに行ってって言われたと。ゆきしらに高木さんと遭遇、ケーキ屋に自分の誕生日ケーキ取りに行くなんてとね、恥ずかしい。あ、でその放課後ね、一人で帰ってた高木さんがガチャガチャをした、まあまあこれはもういい伏線やったね。で、まあケーキ屋どこに行くか当てたら当てる勝負しようってことだったけど、もう西方全て見透かされてて、まあケーキ屋でやはり高木さんは西方へのプレゼントを買ったというね。しかもちゃんとハッピーバースデー西方の字入れてたしね、と 100% 片思いの、キュンコちゃんだからちょっと忘れたけど名前、あれを入れてたと。そしてくしゃみね、まあ誰かが噂してんじゃないか、で高木さんは私たち付き合ってるっていう噂がみたいな言ってたけどね、早くそれを真実にしなせと思うけどね。だ高木さんから告るということはまあないんやろうねきっと、このままいくとね。で今度ゆかりがくしゃみしたんか、でこれは恋バナかもってなったけども、何二人ダブルデートしたらしいよって話だったけども、まあ早苗とゆかりは全くそういう恋バナからはかけ離れた存在であると。で次にくしゃみしたんがまのちゃんか、まのちゃんがくしゃみした、まあこれは、まあ仲井に風邪ということを心配してほしかったんやろうね、やけどもなんかちょっとその心配が薄く感じたかな。で私も北条さんぐらい可愛かったらっていう人がいたけど、いやいやお前も十分可愛いぞと、うん、まあ順調ですわなここは。で今度北条さんがくしゃみした、でこれを浜口が一緒に帰ろうかってこう誘いたいけどコーヒー飲んでゲホゲホなったね、木村のせいやこれは木村が大人っぽさイコールコーヒーなんて言うたからね、結局あれ帰れたんかな、うん。ほんで木村のくしゃみで、なんつったっけ、高木さんと、西方付き合ってないぞって話をしたんかな、あいつと高尾とね。で最後にはまあ、高木さんのくしゃみがめっちゃ可愛かったね、これをこうからかおうとしたけどもからかえへんかった西方がこう素直にこう誕生日プレゼントありがとうと、素直かな、まあ、照れながらね言って、高木さんのいい笑顔で終わると。なかなかナイスなほっこり会だったかな今回ね。あと10日後誕生日なんで高木さんみたいな人がいたらいいですね、うん、何を言うとんねんあるかい。はい、ということで、まあ、今回はまあ超絶ほっこり回やったかなっていう感じでした。はい、以上からかい情報の高木さん2、5話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどもよろしくお願いします。はい、ここからは、1分超で自己紹介するので興味ない方は切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやっております。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在コロナの影響で約3年11ヶ月の間で仕事が全くありません。貯金と節約生活でなんとか生き延びてますが、だいぶ貯金減ってきてますね。もってあと数年。
はい、まあそんな自分のね本業も知って応援をしていただきたいということで、説明文にある URL クリックいただいて、ぜひチャンネル登録応援お願いします。はい、で、深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてますんで、ぜひ見てください。アニメのリアクションその他もろもろスタートして今日で1393日長い、このチャンネルもっと長い、2009年の4月25日パフォーマーのチャンネルとしてスタートしてますが、コロナで一気に仕事がなくなってアニメのリアクションいつの間にやらスタートしてからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年の8月18日までの、リアクションの動画自ら出て削除させられるという地獄を味わってます。なんとか乗り越えたものの、今でもずっと地獄、再生数チャンネル登録さす全く伸びず、もう正直しんどいしやめたいと毎日言ってますけども、まあ一応ね引退宣言まで出してますが、それでもね一やはりやればできる諦めないで伝えたいと思って、一日も休むことなく、コロナになろうがインフルになろうが、リアクション動画ね投稿し続けてますんで、何卒応援のほどよろしくお願いします。もう貯金尽きて死ぬまでやったると思ってますんでね。はい、じゃあそこまでいくかな。はい、まあぜひね応援よろしくお願いします。はい、以上アニメリアクション人ことマジダドギニハマーでした。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは失礼します。